ああ、あの先生は当てにならん。国立の病院ももう古くて通う気になんね。の頃は良かったよな。なんだ。どこ行ってもわけわかんねえわけ先生いるだけだしよ。ほんな、頼りになる先生なんてこの町にはいいね。みんな死んでばっかりだ。笑い事でね。まあ気にすんな。いいんでねえの？なあ、遠くべ丸出し何があれ？要するにこれはだな、孤独な老人の一人暮らしの寂しさを慰めるためにおめの脳が考え出したイメージっつやつだよ。だな。いや、人の心は一筋縄ではいかねえのっす。こらの歴史にもよ、こう積もり積もってできた何層にもわたるプレートってもんがあってよ。やっぱ地球とおらとで壮大な出だ出こう。だ。何よ。まだそうやって地球がどとかことか。そうか、行き過ぎだめ。いや、あながち間違いでね。おらの心にもあるプレートの東北弁はその最古そうとおもめ言はわいる。ちいち難しい言葉好き好んで使いたがる。いいから早くおにぎり握れ。握れ。これ味噌ぬれ。おめさんたちは誰なのよ。おらだばおめだ。孤独な桃子さんの前に現れた心の寂しさたち。そしてこの幸せにいつか終わりが来るのだと夢にも思わなかった。思い通りに我の力で生きてみたかった。もっと自由に自分らしく新しい世界が始まる。オラオラで一人イグモ。